はい。大会率を減らす仕組み。会員さんが、い、まあ、続けていてくれる。継続してくれてる。継続率アップのために、大会率っていうのは減らしていくわけなんですけども、減らす仕組みを考えていきましょう。大会率を減らすってことなんですが、これはね、まあ、考え方というかね、まあ、大会を自然発生的に行われるのをね、こう見ているだけではなくて、大会しそうな人の目星をつけておく必要があります。目星をつけるためには、 会員をね、全員管理できる仕組みっていうのが必要になってきます。たまたま出て行っちゃったとかね、辞めちゃったね。でね、まあ笑い話にするとか、あ、残念だねとかね、思ってしまうのではなくて、しっかりね、そろそろちょっとこの人、満足度が下がってるだとか、フォローが手薄くなってるってなっていった時に、目星をつけておかなければいけないわけです。会員さんをね、そのためには全員を、こう、平等にというかね、ある管理のね、仕方を身につけて管理をしていくことがとても大切になります。 で、会員さんを全員管理できる仕組みなんですけれども、これ、会員管理シートっていうのをお勧めしています、まあな。形は何でもいいんですけどね、会員さんのまあランク付けとか、その状態っていうのをきっちり管理できる。あるいは進捗状況とか、来店数とかね、店舗の方であれば、それを管理できるシートっていうのを使っていきましょう。じゃあ、会員管理シートってどんなものかっていうと、もうシンプルにね、会員別に 会員ごとの状況を把握するツールですね。まあ、形は何でもいいんですけども、とにかくこういうシート、ツールを用意してくださいと。どういうものを管理するかというと、例えば発言数とかコメント数ですよね。Facebook グループとか、あるいはブログなんかでのコメント数なんかを計測してあげるということです。あとはイベントへの参加率ですよね。勉強会でもセミナーでも、お茶会でもランチ会でもいいんですけれども、そういったものにどれくらい参加しているのかっていう率を見ると。あとは購入回数です。 人によってはね、1回しか購入してないっていう人もいれば、10回、20回購入している人もね、商品によってはいると思いますので、そういったものを把握しておいてください。あとは課題の提出率です。業界によってはね、課題とかこちらから与えたものをどれくらいこう返してくれるか、返答率みたいなものね、重要な指標になってきますので、これが高ければ高いほど、もちろん信奉心というか、会員制に対してはものすごく好、ね、意を抱いているってことになりますし、熱心ですってことですよね。なので、提出率も見ていくと。 あとはメールマガジンなんかを会員限定で送っているのであれば、きっちりね、どういった会員がメールをしっかり読んでいるのか、どれぐらいが開封していて、で開封率どれぐらいでっていうのを全体見て、どの読者がこう見ているのかっていうのをね、しっかり把握していく必要があります。こういったものは HTML メールのね、形式のメールマガであれば可能です。 そういったことをですね、把握しておくと、例えばイベント参加率が悪いな、最近悪いなというものであれば、会員でいることのメリットって薄れてきている可能性があります。体感的にですね、感じているかもしれませんので、そういった人にフォローをするとか、違ったイベントを投げかけるとかですね、こういったアクションができてくるんじゃないかなと思いますので、このシートをベースにやっていきましょう。で、どうやって作るなんですけども、Google スプレッドシートを活用しましょうということですね。まあ、Excel のような形です。 で、Google スプレッドシートだとね、これクラウドで管理できる、ネット上で管理できると非常にね、メリットも大きいです。自動保存なんか機能がありますので、抜け漏れがなくなりますね。保存し忘れてなくなりますので、Google スプレッドシートっていうのをね、活用していってください。で、Google スプレッドシートってこういうやつなんですよね。こういう Google をね、もう Google のアカウント持っていれば誰でも使える無料ツールになります。こういった Excel のような表計算のね、ソフトみたいなものですね。 で、Google スプレッドシート何がいいかっていうと、もう大きくね、メリットはね、この3つになりますね。Google が提供する Google ドライブというものの中のオンラインストレージサービスの中の機能ですよと。スプレッドシートというものです。まあ、Excel と思っておいてください。クラウド上で会員データの管理ができますと。で、無料で Excel と同じことが実現できる。ほぼほぼね、同じ表計算ができますので、使いようによっては、ね、もっとね、応用性が高い、汎用性の高いですね、ツールなんじゃないかなと思います。で、クラウドなんですけども、なんでクラウドね、 管理がいいのかっていうと、5つメリットがあります。先に出してしまいますね。いつでもどこでもアクセスできますということですね。例えばその場にファイルがなくても、Google アカウントさえ持っていれば入れるので、いつでもどこでもアクセス、ネット環境があればできると。あとはバックアップも省略できますよと。もう自動保存が、ね、されますので、いちいち上書き保存をしなくても大丈夫と。あとはファイルの共同管理とか作業ができます。 アカウントにね、そのシートを共有っていうものがありますので、スプレッドシートを共有していただくと、やっぱチームのメンバー3人,3人とか5人とかが入って、そのシートを同じように作業できたり、閲覧したりできるということです。でこれはクラウドなので、そも,そも保存容量とかデータの、ね、容量を気にしなくていいと。あとはインストールとか更新作業っていうものが、クラウドサービスっていうものは基本的に自動でやってくれます。Google がね、持ってるので自動でやってくれますので、こういったものが不要になりますので、ね。 この5つのメリットが大きいんじゃないかなと思いますので、ぜひ Google のね、スプレッドシートを元に管理シートっていうのを作ってみてください。